斉藤敦氏は、日本の教育者、政治学者、j p レ e p 斉藤塾代表、民主党衆議院議員、元イエール大学政治学科助教授、イエール大学 PHD、山形県湯座町を生まれ、山形県立坂田東高等学校、上智大学外国語学部を経て、同大大学院で修士号を取得、米国イエール大学大学院政治学研究科で、 主に日本政治を研究していた2001年秋民主党本部が公募した国政選挙の候補者に応募し加藤光一が元事務所代表の脱税事件や自身の政治資金流用問題で辞職したことに伴い実施された2002年10月27日投開票の第42回衆議院議員補欠選挙に省内から日本を変えたいと高速道路無料化や 農業者個別所得保障制度の導入を主張して立候補。民主党県連顧問であった安倍昭和のグループ、連合山形参加の労組大学生らのカッテレン、モッケレンらが積極的に動き5万1437票を獲得して初当選した。当選後、衆議院農林水産委員会に所属した。公職選挙法改正によって、 一票の格差是正のため、山形県の小選挙区が一元となり、それに伴い、省内、最長地方にあたる区域が新たな山形3区となり、実施された2003年11月9日投開票の第43回衆議院議員総選挙に、投公認で再選を目指し出馬するが、み選挙と位置づけ、部所属で出馬した加藤に52,260票差をつけられ敗れた。 落選後、当県三区総支部長県県連会長代行を務め、2004年7月の参院選、山形県選挙区に県連から出馬を脱進されるが、前年春の坂田市長選の候補者推薦をめぐって、安倍と対立し、和解はしたものの、支部運営の混乱を収束できず、力量不足を痛感したとして、2004年3月に不出馬を表明。役職の辞表を、 星川保松筆頭会長代行に提出し、その後、渡米して、イエール大学に復学。2006年に、博士課程を修了。PhD を取得した。2012年、イエール大学を退職して帰国。東京、自由が丘と坂田市に、英語教室ロボスを創設。現在に至る。ありがとうございます。